はい、こんにちは。村野聡です。今回はですね、2学期が終わりましたというお話をします。はい、先生方2学期の間本当にお疲れ様でした。ほとんどの学校で冬休みに入ったんだと思います。これで少しゆっくり休めますよね。冬休みに何をして過ごすかということなんですが、少しゆっくりしていただくということがあると思うんですけども、私がよくやったのはね、日常的にもよくそうなんですけども、本屋さんによく行きました。で、本屋さんっていうのは、ちょっと考えてみればね、何か欲しいものがあって本屋さんに行くっていうケースも多いと思うんですけども、そうじゃなくてなんとなくね、本屋さんに行ってみるっていうのもね、非常に勉強になるんですね。それはなぜかっていうと、いろんな分野の本がそこに目に見える形で並んでるわけですよね。で、それをずっとこう見て歩いてるだけで、なんとなくこう自分の興味のあるものに目が止まるんですよ。これがね、不思議でね、本当に止まるんですよね。で、その止まった本をね、ちょっと手に取ってみると、それはね、自分の興味のある本だと思うんですけども、その中からまたさらに突っ込んだ情報がね、その中に書いてあることがよくあるんですね。で、それが新しい授業作りのヒントになったりします。だからね、なんとなくでいいから本屋さんに行ってみるっていうのは、本屋さんっていうのはある意味ね、膨大な知識の倉庫みたいなもんですから、その中に入って自分の興味のあるものを探すっていうのもいいし、あるいはそのただね、ブラブラ歩いてるだけでもなんとなく気になる本があったら手に取ってみるということがね、本当に大きな知的生産の技術になると思うんですよ。ですから冬休みね、ちょっとお休みにされると思うんですけども、お店もね、結構今は簡単から開いてるっていうのも多いですので、何かちょっと時間があったらね、本屋さんに行ってみるっていうのは非常にいいと思いますので、行ってみてください。で、また2学期までの自分の実践でいろいろうまくいかなかったことだとかね、あと今悩んでる子供のことで悩んでることなんかもあると思うんですけども、意外とですね、その本屋さんに行くと膨大なその知識の倉庫ですからね、そういう解決策が見つかることもあるんですよ。で、なぜかね、不思議なものでね、自分が今課題に思ってるものっていうのは目に飛び込んでくるんですね、本の題名が。だからね、本屋さんに行くっていうのは非常にいいね、教材研究になるし、何かね、悩みがあることの打開策になることもありますので、ぜひですね、この冬休み中にね、本屋さんに足を運んでみるということをね、お勧めしたいと思います。もう本がね、こういう本が欲しい、この本が欲しいって決まってる人はネットでも何でもいいんですけども、そうじゃない場合っていうのはね、結構大きな本屋さんに行って、ただこうブラブラ歩いてるだけで非常にそれは学びになると思いますのでね、おすすめしたいなと思います。はい、というわけでね、これで2学期も終了しました。先生方本当にお疲れ様でした。どう転んでもあと3学期だけですから、その3学期にね、全て力が発揮できるような形とね、少しでも取れるといいなと思います。それと宣伝を一つさせてください。1月の6、7、8ですね、3連休になります。土日月ですけども、そこで、第1回オンデマンドセミナー3学期対策講座というのを企画しています。メールでもちょっとね、ここのところ配信したりしてるんですけども、たくさんの方が申し込みをくださっています。ありがとうございます。今回はオンデマンドセミナーということで、私のライブではなくてね、私が録画した動画を配信するというセミナーになっています。3学期の対策に関する講座ですね。で、しかもですね、オンデマンドセミナー、録画なんですけども、全て内容は今回初めて公開する内容を集めてあります。3学期のスタートにあたって見ておくとね、きっと3学期少し楽になるんじゃないかなという、いろんな実践についてご報告したいと思います。はい、よろしければご参加ください。概要欄に示してありますのでね、見てくださいね。はい、というわけで今回は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。